はい、どうもこんにちは、レイです。今日はですね、今まで僕は言わなかったんですけど、なぜ僕がその歯学部に入ったのかね、まあそもそもなんでその医学部受験したのか、なぜ再受験したのかっていう話をちょっと、まあいわゆるあれですよ、自分語りの動画ですよ。それをまあ出そうかなと思うんですけど、というのも今まで僕は出さなかったんですよ、そういう自分語りのね動画っていうのを。なんでかって言ったら、そんなさ、誰も知らんおっさんのさ、そんな自分語りの映像なんか誰も見ないじゃないですかね。お前誰やねんってなるでしょ。だから今まで出してなかったんですけど、まあ今回ですね、まあある程度その僕のそのファンの方がまあついてくれて、それでまあその中の方がですね、時々そのどうしてその再受験されたんですかとか、そういうふうにまあ質問してくださることがあるんで、まあここでちょっと言おうかなと思って、まあ今日のタイミングでちょっとそれを話ししようかなと思うんですけど、まずね、今再受験をされてる方ねとか、その新しいことを始めようとか、転職しようかなっていうふうに考えてる方、まあおられると思うんですよ。まあその方を、まあ僕は応援したいっていうのがまああるんですね。で、というのも今ね、転職とかまあ副業とかいうのもまあある程度認知されるようになってきてるじゃないですか。でね、会社、今まではさ、会社にそのいい大学に入って、で、それでその卒業してからそのいいね企業に勤めて、でまあ定年まで働いて、退職後はその退職金をもらってね、それでまあ悠々自適の生活を送るっていうのが今までのまあ普通の人のスタイルなんですけど、もうそれも無理なんですよ。まず大体その終身雇用っていうのはもう崩壊してるんで、まあそれはまあみんな知ってるじゃないですか。でね、プラス今企業の寿命っていうのはすごい短くなってきてるんですよ。まあ、平均でですよ、30年前のに比べて今は企業のその寿命が10年ぐらい短くなってるんですよ、ね、でプラスアルファ僕らの寿命、人間の寿命は伸びてるんですよ。だからこれはみんな結構有名な話で、ここの世界的ベストセラーのライフシフトっていうのにも書かれてるんですけど、僕らは80歳ぐらいまでもう働き続けないといけない、ね、もうそういう時代なんですよ。だから2、3回は絶対転職しないといけない、ね、だからもう逃げ切れないんですよ。上の世代、今もうリタイアされてる世代の人はそれで逃げ切れたんですけど、もう今僕らの世代はもう無理なんですよ。僕ら以下の世代はね、無理なんですよ。もうだからもっとその転職とかその新しいことを始めるね、今まで来てたとは違う方向でこう進んでいくっていうことを、まあもっとカジュアルにしていかないといけない時代になってて、それでまあドリームキラーの話も前しましたけど、上の世代の人はそういう人を見てさ、転職みたいな、やめた方がええやろって言ってくるんですけど、いやそれはね、その人らの世代の人らはそれでうまくいったから、その成功体験があるからね、まあそういうの言ってくるんですけど、まあ今もさ、そのおっさんらの世代じゃないじゃないですか。もう未曾有の時代になってきてるから、もうそんな話は聞かんでいいんですよ。で自分のその思う道を進んだらいいと思うんですよ、ね、で前置き長くなりましたけど、ここからまあ僕の話に移りますね。はい、今までも、折に触れて、僕が、20代はバンド活動して、そのプロミュージシャン目指してたっていうことは、話してるじゃないですか。でね、そもそも僕、歯学部に入ってるんですけど、そもそもその歯学部に入りたくわけじゃなくて、医学部に入りたかったんですよ。ね、でも、力足りずということで、ちょっと歯学部にしたんですけど、僕の話をするんで、ちょっと時系列で話していくんですけど、まず僕ね、高校の時進路の話になるじゃないですかね、現役の時ね。なら僕のクラスの中にもその医学部目指したやつおったんですよ、ね、結構おったんですよ。でもそいつらはもうめちゃくちゃ勉強はできるんですけど、総じて変なやつなんですよ、変わったやつで。だから僕その人の子たちのさ、様子を見てて、あ、なるほどとね、医学部目指すようなやつらは、言うたら医者になるやつらはちょっと勉強はすごいできるのかもわかんないけど、他の部分が欠落したちょっと変わったやつがなるんやろなと思ったんですよ僕。だからその時点では僕は全然その医者になるっていう選択肢はもう完全除外されてて、でその時ね、進路を決める時に僕おじいちゃん子だったんですけど、その時にうちの祖父がレイちゃんと将来仕事をするんやったら
医者がええぞ、ね、って言うんですよ、ね、その医者になるんやったらあわしがあお金出しちゃってもいいって言って言ってたんですけど、そうね、僕の祖父はね大正生まれの人なんですよ。で当時としてはすごい珍しくて大学を2つも出てるっていう、まあ、インテリの方だったんですね。でもその人は、まあ、うちの祖父は文系だったんですよ。でその文系のその祖父が医者がいいでって言って言うんだから、まあ、ある程度説得力はあるね。ああそうなんかみたいな。でも、まあ、別に僕はさそんな完全にそんな変なやつになると思ってるからさもう完全にその選択肢はなくて、でまあまあ、 大学、うん、まあみんな前に大学行くからさ進学したり、それでまあそんな、まあ、やってるうちに、まあ、20代音楽をやり続けるっていう形になったんですけど、まあ、そこはもう本編とは関係ないんでカットしますね。もうで、まあ、20代その音楽活動を、まあ、してる、まあ、プロをねプロミュージシャンを目指してやってる時に僕はまあその音楽活動ではご飯食べていけないんでバイトしてたんですね。塾でねバイトしてて、でそこに来てた講師として来てたあの学生の子たちがいるんですけど、あの医科大のねあの私立の医科大学の生徒の子が来てたんですよ。何が来てて、でその子たちと僕はちょっと年が近かったからよくそのなんていうの遊びに行ったりとか飲みに行ったりとかしてたんですよね。でまあそんなこの子たちと仲良くなる中でその子たちのねまあ医大生なんですけど、なんていうのかなすごい素直でまっすぐなんですよ。でしかも結構そのなんていうのかなめちゃくちゃ頭がそりゃいいんでしょうけどなんかちょっと抜けてたりするんですよね。だそういうところってさなんかその抜けてるっていうのはすごいその人間的じゃないですかね。だからまあ、僕はその当時その昔その高校生の時に抱いたその医大生のイメージっていうのは変なやつっていうのがその子たちのによってさ変わったんですよゴロッとね。でひょっとしたらさ僕もめっちゃ勉強をしたら医大入れるんじゃないかなって思ったんですね、ふとその時で。これがすごい大きな一歩で、まあその時僕は音楽をやってたからまだねその医者になろうってそこで即断はしなかったんですけど、全く無理やって思ってたものがそこでできるかもっていうふうに思ったんですよね。そこがすごいまあ、大きな一歩ね。まあなんていうのかなそのまあサーカスのほら象の話があるじゃないですか。まあ知らない方のために今言うとくとサーカスとかあるやんか。でまあまあ象さんがさ芸するために象さん連れてこられるんですけど、まあ最初はもう逃げようするわけですよ象さんね。でもそのまあ足かせつけられるじゃないですかね、ならもう動けないじゃないですか。もう全然もう逃げよう最初のうちはこう逃げようするんですけど、もうしばらくしたらもう逃げられへんっていうのは分かるんでしょうねあれ。その分かってなそのうちにもうそれをなんていうの足かせなしでももう別に逃げなくなるんですよ。ある種洗脳ですよ洗脳。だから自分がもう無理やと思ってるからもう無理なもん無理ってね、もうチャレンジすることもしなくなる、ね、そうなんですよ。だから僕は無理やと思ってチャレンジもしなかったんですけど、そこであいけるかもって思った時点でちょっとチャレンジしてもいいかなって思ったんですね。でまあそのまあでもその音楽をまあまあやってて、まあ、まだ20代なんでねその、まあ、音楽やってるんですけど、しかもさその、まあ、テレビドラマとかで描かれるさその医者像っていうのはすごいかっこいいじゃないですか。まあドラマチックにさ仕立て手であるんかも分かんないですけど、人を救えるってめっちゃかっこいいやし、そのなんていうのかなある程度ステータス社会的ステータスがあってさ年収もある程度あってでまあまあかっこいいっていうね、そんなもんそんなかっこいい職業ないじゃないですか。だからあかっこいいなと思ってて、いいなってまあ医者かっこいいなって思ってたんですよ。まあ最初はそんなね不純な動機なんですけど、いよいよそのなんていうのかなバンドがもうダメになってもう30僕が30ぐらいになってもう言ったらさプロミュージシャンの道っていうのはもう若くないとダメなんですよ。もうデビューするのはね、じゃあ20代後半でももう遅咲きって言われるぐらいですごい可能性は低くなってるんですよそこで、ね、でかつもう30超えてもう無理ほぼ無理だからもう30超えて僕やめようと思ってて、でまあまあそのちょうどその時に、まあ、バンドも解散したし、ね、もう音楽無理やなって僕は思ったんで次、ね、何するかってなったらもうすぐ僕はああもう医者だろうってその時点でもう決めて、まあ、早速も勉強を始めたんですけど、ね、そういうことなんですよ、まあ、それがまあ経緯なんですね。で医者を目指して勉強していくわけですけど、まあほんまに苦しかったマジでもう地獄やったマジで。
もうね、なんていうんかな、当時そのね、その地獄の地平度博を勉強するっていうそのね、あの日々があるから、まあ、ある程度今ね、そのまあ多少辛いことがあっても、まあ、あの頃に比べたらまあマシやなみたいな思えるっていうのがまあまあありますね。それがやっぱり全然違いますよね。そういうのがある人とない人ではやっぱりその辛いことに対する免疫、そういうのがやっぱりついたし、僕はで別に何も怖いもんもないし、だってまあここでも言いましたけど、もうこれ失敗したらホームレスやっていうね、その、 あの精神で追い込まれた中でやってるから、多少もう全然あんまりそんな怖いこともないし、もうね、そういうのやっぱり大きいですよね。まあそのまあ苦節何年かして、まあまあ最後ね、まあ不本意ではありますけど私学に合格したんですよ。だからその後そのまあ僕は結構そのまあおじいちゃん子ではあったんですけど、まあ祖父に対してそのなんていうの、祖父おじいさん高校っていうことをまあ全然できてなかったから、まあこの私学部に受かったことが高校かなと思ってですね、受かったっていうその通知が来た時にそれを持ってですね、その墓前に行ってお墓にね、あのもう亡くなってるんでね、おじいちゃん、あの行ってね、まあ墓前で医学部じゃないけど私学部に合格しましたと。ね、おじいちゃんがその希望してたね、医者っていう医療の道へ僕は進むことにしますって言って一応報告はまあしたんですけど、そういうのがあってね、あのまあ今に至るんですけど、あのまあそういう話でしたと。まあちょっと長くなりましたけど、まあこれがまあ僕のなぜその再受験をしようと思ったかっていうところだけですね。他のとかもう全部カットしたんで、僕今あの割愛して、でまあまあそのなぜか、なぜ再受験をしたのかっていうところだけをあのまあピックアップして言ったんで、今日はまあまだまだその音楽の話とかはまああるんですけど、まあ、とりあえず今日それだけの話、うん、をしてまあ終わりにしようかなと思います。はい、ということでね、今日もありがとうございました。はい、失礼します。